多少の無理は承知だ。だが、さくら、お前の気持ちはわかる。だが、ここは多少無理してでも、まとめて戦った方が、結果的に被害を最小限に抑えられるだろう。でも…大丈夫です。僕らの力を合わせれば、できないことはありません。わかりました。でも、本当に危なくなったら、引くことも考えてください。わかっている。が、今見据えるのは勝利のみだ。行くぞ。はい。押す。七人衆、なかなかの相手だ。だが、俺は絶対に負けんぞ。戦闘開始。蛇の人に気をつけろ。僕の周りはどんなガードも耐えてる。なかなかのやり手のようだ。これは強い攻めだ。そいつはホオズキ満月。一人称の前で手に付けるのは今ただものじゃないか。風火山、このガードを持っていない。だが注意は怠るな。なぜこいつは力を持っていない。むなし。陣八は悪党神父を使う。不用意に飛び込むなよ。あの刀、爆発に注意しろ。爆発に注意しろってことも。爆発力、とんでもないわね。強引に近づくのは適策じゃないけど、飛ぶしかない。クリアなら決まりや窮地を不用意に近づく相当リードの意識だぞ。変わった武器を持っているようだ。激しい戦いだったが、俺たちの勝ちだ。音の方角からするに、あの方向は…加賀先生、ザブザ。待ってろ。そう時間はかけない。戦闘開始。お前たちの思いは俺が受け取ったよ、ザブザ。バク、お前たちとあの時戦えてよかった。あの戦いがあったからこそ今は何ともあるんだ。あの時のお前は迷って、その迷いこそお前が人であるからだ。逃がさない。お前は吐くな。何の写真だ。もうこれに似ていい存在じゃない。
もらった。この子もと俺を切るつもりか。どうしてだ。なぜついていけない。ザブザ、お前はあの時ハクを切ることをためらった。だが今は違う。感情のないドーンケース。貴様らのような平和ボケした忍びは本物の忍びじゃねえ。仲間だなんだ。大金将来神ママちゃんなんだよ。で最後だ。何？これはよくよくいい。最後の最後まで俺を守る素晴らしい道具だったぜ。マサマサ、本当にお前はそう思っているか。ハクは俺にとって道具の一つに過ぎねえ。俺のために散る。俺のためだけの道具だ。君の実力はそんなもんじゃないだろう。さあ見せてもらおうか、霧隠れの鬼人、その本当の力を。やべ、最後だ。大金将来神。やべ、最後だ。もうこんな戦いはなしにしよう。お前らの死に様と涙は。できるならお前と同じ場所に生きてえな。俺もお互いの絆そのものだったよ。あいつら敵だったけど俺あいつら好きだった。俺もだよ。